白幡神社の本殿に行きたいと思います。小前さんはどちらかというと狼のような子です。犬というより狼というような印象のある感じですね。優秀らしい感じがしますね。ここは宮友の義経を祀っている神社でもあるので、ここに慰霊碑ですね、自害されたというふうになってますよね。ちょっと諸説あるので、よくわかんないんですけども、首だけ持ってこられて、見分されて、捨てられたらしいですけど、捨てちゃうんですかね、こういうのって。わかんないですけど。で、この辺に流れ着いたっていうことで、あと藤沢の里の人によって、洗い清められて、祀られたというふうに言っていますね。で、正門もそうですけど、首塚っていうのがありますけど、そういうような年ですね。慰霊碑が。